Windows 回復環境とは、起動時の問題をトラブルシュートするための環境である。Windows Vista で初めて導入され、Windows 7、Windows Server 2008R に、Windows 8、Windows Server 2012,Windows 10などのオペレーティングシステムで利用できる。規定では、正常な起動を妨げる、可能性のあるエラーの診断、修復。 復元を補助するツールセットを含むが、Windows をプレインストールする PC の反射によってカスタマイズが可能である。Windows RE の実態は、Windows p o l y e ン h l n をベースとした各種のコマンドを含む回復用のオペレーティングシステムである。Windows 7 OEM プレインストール環境の Windows Vista では、Windows の起動オプションから修復オプションとして起動することができる。 この環境は Windows Boot Manager が格納されるボリューム上のブートディレクトリと Windows がインストールされるボリューム上のリカバリーディレクトリによって構成される。前者には起動エントリの実態である PCD とメモリ診断ツールが含まれており、後者には Windows p o l y h l n の本体が格納されている。Windows インストールディスクからも起動可能で、 この場合はインストーラの修復オプションから各種のツールセットが利用可能である。Windows RE は主に次の機能を含む。自動的に Windows のスタートアップに関する起動エラーを診断し、必要に応じて自動的に修復する。自動的に修復可能なエラーは、ブートレコードエントリの修復、チェックディスク、システムの復元など多岐にわたる。Windows によって、 自動的に記録された復元ポイントより、ボリュームシャドウコピーを利用して、コンピュータを以前の状態に戻す。システム環境をディスクイメージとして記録しておくことで、トラブルが生じた際に、システム環境を完全に復元することができる。一般的なサードパーティー製バックアップツールの基本機能に近い機能を提供するものである。ここで提供されるのは復元機能のみで、 環境のバックアップは正常に動作する Windows 上から行う必要がある。コンピュータの物理的な問題が疑われる場面において、コンピュータ上のラムメモリの診断を行う。同種のツールには MAMTIST86 などがある。Windows ポリエチレン上で動作するコマンドプロンプトである。後述する回復コンソールとは異なり、完全なコマンドプロンプトが提供されている。 Windows RE が起動した時点で RAM ドライブがマウントされており、これには環境修復に使用可能なコマンド群が格納されるため、コマンドプロンプト上から利用することができる。また、Windows ポリエチレンによって認識されている各種ボリューム上の任意のプログラムも実行が可能であり、Windows の機能を多用しないものであれば、 サードパーティによる Windows アプリケーションもコマンドプロンプト経由で利用が可能である。Windows が導入される以前は Windows 2000、Windows XP などにおいて Windows 回復コンソールが提供された。これはファイル操作やディスクの診断操作などを目的とした手動操作によるコマンドプロンプトライクなコンソールである。回復コンソールのコマンドラインアクティビティに厳しい。 制限が設けられていたのに対して GUI 環境を備えた Windows RE はシステム復元や自動修復などのほか標準的なコマンドプロンプトを装備している。このコマンドプロンプトはシステム権限で呼び出され必要な操作をほぼ何でも実行できることから Windows Vista 以降の UAC や回復コンソール等の制限された環境とは大きく異なるため それらの環境に慣れたものが操作する場合に注意を要する。ありがとうございます。